ジョージア・ヘールは、アメリカ合衆国の女優。チャールズ・チャップリンの映画、黄金京時代及びジョセフ・フォンスタンバーグのデビュー作、救い日を求める人々でのヒロインとして、映画の歴史にその名前を留めているが、女優としての活躍期間は短かった。ジョージア・ヘール、本名ジョージア・テオドラ・ヘールは1900年6月25日、ミズーリー州部キャナン軍セント・ジョセフの一般的な、 労働階級の家庭に生まれる。幼年期から思春期までの経歴は詳しくないが、シカゴに出て生活をしていた。ただし、その生活は父親に振り回されていたため順調とは言えず、自分の夢が父親の行為で潰されたこともしばしばであった。1922年にミスシカゴを選ぶコンテストに出場して優勝し、その栄冠をもってアトランティックシティにおける。 ミスアメリカコンテストにも出場したが、こちらは戦外に終わった。ミスアメリカの座は逃したが、ミスシカゴに選ばれた際の賞金を元手に、ダンサーとして活躍するため、1923年にハリウッドに移る。しかし、足の怪我により、ダンサーとしては活躍できなくなり、持参金も底をついたため、映画のエキストラで当面食いつなぐこととなった。 ジョージアがエキストラとして出演した作品の中にロイ・ウィリアム・ニールが手掛けたものがあり、その作品の脚本担当と助監督がスタンバーグであった。やがて、スタンバーグは制作費わずか3500ドルで、救い火を求める人々を制作して監督デビューを飾ることとなるが、かつて一緒に仕事をしたジョージアの印象が深かったため、救い火を求むる人々のヒロインとしてジョージアを呼び寄せた。 救い火を求める人々はやがて詳しい戦いきさつが不明ながらチャップリンが干渉することとなった。チャップリンが救い火を求める人々を見て2日後、チャップリンはジョージアと初めて対面する。当時のチャップリンは黄金鏡時代の制作中であったが当初ヒロインとして据えられ、またこの時点では チャップリンの2番目の妻でもあったリタ・グレイが妊娠したためヒロインの座から退くことを余儀なくされる。チャップリンはリタに代わるヒロイン候補のテストを繰り返した末、1924年12月22日にジョージアをヒロインとして選んだことが発表された。テストの際、ジョージアは単に突っ立っており、笑う演技をした他の候補者とは対照的であったが、これがかえって、 チャップリンの気に入るところとなった。黄金鏡時代は1925年7月3日に、すべての作業が終了の後、封切られ、600万ドル以上の収益を上げる成功作となる。黄金鏡時代を完成させたチャップリンは続いて、後にサーカスとなる自作の制作に取りかかるが、そのさ中の1925年12月31日、 ジョージアとの契約が更新されることなく終わった。以降、ジョージアとチャップリンの関係は一つの例外を別にすれば個人的な友人の一人に変化する。チャップリンとの契約を終えたジョージアは、ハーバート・ブレノンの1926年制作の映画、ある男の一生やパウル・フェイオスの1928年制作の映画、ラスト・モーメントなどに出演するが、声と喋り方が トーキー時代にマッチしないと考えられ、この1928年頃に一旦映画界から離れる。一つの例外は1931年の映画、街の明かりであった。街の明かりのヒロインであるバージニア・チェリルとチャップリンとの息はうまく合っているとは言えず、重要なシーンの撮影を間近に控えたとき、盲目の花売り娘の役を、バージニアは、 美容室の予約があるという理由で相対を求め、これを聞いたチャップリンは不満が爆発してバージニアとの契約を停止してしまった。そしてバージニアとの契約を停止したのと同じ日に映画界から離れていたジョージアを新しい花売り娘役として迎え入れることとなった。ジョージアと契約した時点ではバージニアの出演シーンは2つしか撮られておらず、しかも出来栄えに不満なものであった。 早速ジョージアをヒロインとして撮影が再開され、チャップリンやその周囲のほとんどが、ジョージアが新しく花売り娘の役を演じることに賛成したものの、側近の一人であるカーライル・ロビンソンが裁判沙汰になると警告したこともあり、チャップリンは10日後にバージニアを復帰させることを決断した。ジョージアが演じた花売り娘のテストフィルムは現存しており、 チャップリン研究家の王の広行によれば、テストフィルムでのジョージアは、チャキチャキ娘感があって、情熱的な演技をし、完成版でのバージニアとは大きく異なっていると、述べている。ジョージアは、花売り娘の役を演じることをひどく熱望していた、ものの話はなかったこととなり、リンチンチンシリーズの一つである、ザ・ライトニング・ウォーリアーに出演したのを最後に、映画界から完全に退いた。 映画界から身を引いた後のジョージアはダンス教師となり、チャップリンとも1943年頃まで断続的に交際を続けていた。1960年代にはチャップリンとの交際の日々を記した回想録チャーリー・チャップリン、インティメート・クローズ・アップスを執筆したが、この回想録はすぐには出版されなかった。1972年には1952年の 再入国禁止処分でアメリカから締め出された後、アカデミー名誉賞受賞のため20年ぶりにアメリカの土を踏んだチャップリンと再会し、チャップリンはジョージアが往年の美貌を保持して若々しく見えたことについて腹立ちに冗談と皮肉を交えて会話をした。チャップリンが個人となった1980年代にはチャップリンの NG フィルムを取り上げた。 イギリスのテムズテレビジョンのドキュメンタリー番組、アンノーン・チャップリンへのインタビュー出演や、映画視野のデイビッド・ロビンソンによるチャップリンの伝記のための取材に応じた。1985年6月7日、ジョージア・ヘールはハリウッドで亡くなった。84歳ボー生前に執筆したチャーリー・チャップリン、インティメート・クローズ・アップスは、死去から10年経った1995年に、 ヘザー・キーナンの編集により日の目を見た。チャップリンは1920年代後半からテニスを趣味とするようになったが、そのきっかけを与えたのはジョージアであった。インターネットムービーデータベースのデータによる。救い日を求める人々主演のジョージ・ケイ・アーサーが、フィルムをチャップリンの元に持ち込んだとも、スタンバーグ自身がチャップリンの秘書であった高野トラシに頼んで、 チャップリン邸にフィルムを入れてもらったとも言われる。この妊娠で生まれたのが、チャールズ・チャップリン・ジュニアオリジナルの黄金鏡時代のラストシーンは、ジョージアとチャップリンのキスシーンであったが、1942年に再編集されたサウンド版ではカットされている。ありがとうございます。